実ねは悪心から罪なき民を殺したという者もいれば、天に呪いをかけられたからだという者も。さあこちらへ、氏経公の伝承でございます。西へのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ、居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち、末路の息を打ちつね甲に吐きかける。ほどなく打ちつね随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ちつね子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちし、かの弓は対馬の芝のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。
君は。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。探すな、死ぬことになるだ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。Here, you.
Negium Harsinta. Jump Harak to join.
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。はないと思え。弓を追うでないぞ。何かいるぞ。これ以上仲間を殺させはしない。お前の噂など全て嘘なんだろう。
ソロ。いい子だ。青い花、この方向だ。そこだ。打ち常の超級。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
倒すことが先決。呪いは後で考えよう。を倒すことが先決。呪いは後で。
子を倒すことが先決。それは後で考えよう。役立つものばかりです。この前ミツが見たらしい。さあ、うちの道具を見ていってください。
お役に立ててください。怖くて誰も逆らえなかった。また、我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。焼けそうにいたわ。ずっと探してんだが。酒井様、雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。ありがとうございました。もう安全だ。どうかこれを。
お前が死ぬ。強そうには見えねえな。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。